LVMH モエヘネシー・ルイ・ビトンは、フランス・パリを本拠地とするコングロマリットである、ユーロネクスト・パリ上場企業。世界最大のファッション業界大手企業体とされる。同様の企業体として、ケディング、リシュモンなどが挙げられる。1987年に、ルイ・ビトンとモエヘネシーの両者が合併して誕生した。現在は、フランスやイタリア、 スペインなどのヨーロッパを中心に60近くの高級ブランドを持つほか免税店の DFS グループなどを参加に収めている。配下の企業の販売品はヨーロッパ内製産のほかにアジアへの外注を行っている。シャンパンのシェアは米国で16%、日本では70%を占める。日本法人はその事業内容によって LVJ グループ、 LVMH ウォッチジュエリージャパン、LVMH フレグランスブランズなどと呼ばれる。また、種類のブランドは、ディアジオとの合弁で設立された、MHD モエヘネシーディアジオが取り扱っている。2006年以降、日本での広告事業は、グループ一括で ADK マインドシェアと長年にわたり、契約していってきたが、2019年1月からは、グループ、 M 参加のラトリエ社に移管されている。2011年以降グループに入ったブルガリについては、編入後、約1年半にわたり、電通との契約が継続していたが、契約期間終了後の2012年秋から、ADK マインドシェアに引き継がれている。ルイ・ビトン・コーベ・メゾン・ルイ・ビトン・ロエベ、ルイ・ビトン・ディオール、ありがとうございます。